ジキいちごは、バラかバラアカキいちご族に分類される、落葉症低木の一種。別名が、袋いちご。茎の高さは1から1.5メートル程度の落葉症、高木。茎はよく分子し、高くなるとよく横に倒れる。茎や枝、葉の軸などに、長さ5ミリメートルほどの暗ウ色の長い線毛を、密接しており、その間に針状になったトが、まばらにあり、 さらに難毛も少し生えている。葉は、右上複葉で5から7個の小葉からなるが、茎の上の方では三小葉のものになる。小葉の縁は、所々が大きく欠けた、巨子縁で、裏面では、主な葉脈の上に、線毛があり、時には開け出した毛が生える。また表側は葉脈に沿ってくぼみ、また、毛状のシワがある。頂き小葉は、卵形から筆心型で、 先端は突き出して尖り、長さ4から8センチメートルで、基部は丸く、傭兵の部分でややくぼんでいる。なお、頂き醤葉が大きく散列する場合がある。川醤葉は、非神経。また、拓用も非神経。火器は5から6月で、枝の先に、三棒状の周産果樹として生じる。果軸や、小花柄には、長い線毛を密生し、また難毛も、多少生えている。 晩春に白い花を横向きにつける。額は外面に、線毛、内面と縁には、短毛があり、花子に反り返る。長さ約1.5センチメートルの大色の果実は、直立し、初夏に熟し食べられる。インド式無臭、東南アジア、中国、朝鮮半島南部から日本にかけての、熱帯と団体の地域に分布する。日本では、本州、四国、九州、 にかけての暖音体に分布する。アレ地ア林園などの日当たりの良い場所にやや稀に生育する。日本では以下の多数の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。葉が、うじ服用になる同族の植物は、バライチゴアールイリー、シブロシスなど数多くある。しかし、本種の茎などに一面に生える長い繊毛が独特で、区別は容易である。 裏白いちごアールフィンニコジウスも長い専門を多く持つが普通は参照用で葉裏に白い綿毛を密生する点で区別できる。ありがとうございます。